場です、今日なんですけど、今日はですね、僕は新宿に来ております。で、新宿で何やっていくかというと、来てる体でどういう体が持てるのかっていうですね、検証していきたいなと思います。ただね、今回僕がやるわけじゃないんです。うちのスタッフにやってもらいたいなと思いますので、スタッフの方どうぞ。栄養で、はい、お世話になってます、うだちゃん。今回初登場のタムタムですね。タムタムです。はい、もう僕らの底辺 YouTuber としてね、活動してますから、チャンネル登録者数も増やしたいなということで、じゃあ今回、それぞれですね、10人でチャンネル登録してもらうまでアンケートとかをやっていただきたいなと。帰れません。はい、帰れません。帰れませんですね。帰れるかな。早速調査を始めていきたいと思います。では早速いきましょう。後半戦になるのか中盤戦になるのか、まだまだ序盤なのかわかんないですけど、行きましょう。行きましょう。いやー寒い。あの奥2人座ってんじゃないですか。もう逃げ場のない2人がすごい。いただきました。イエーイ、来た。一人ちょっと充電がなかった。僕が充電しますよ。ラガーマンと。おお、やっぱり旬ですね。はい、ガチムチが好き。あ、まあ、まだまだバスケの認知は低いな。はい、結構割れてきた感じだなっていう、うん、野球とボクシングはこれも旬ですけどね。そうですね。ね、はい、この間の激闘。はい、まあ、個人的には野球なんで。はい、ですよね。野球、まあ、ちょっと阿部ちゃんに頑張ってほしいな。ね、はい、ちょっと引退の花を添えてあげたいです。あげたいです。はい。ここから後半戦ですね。後半戦。はい。行きます。行きましょう。日本語だな。鈴木さん、もらいました。水泳選手なんですね。水泳選手多いですね。チャンネル登録が7人。チャンネル登録が7人。こっちが難しいですね。ちょっと向こうに行きます。リベンジして。はい。見るからに僕バスケなんですけど高すぎです。でもこの人広瀬アリスの彼氏ですよ。え、そうなんですか。そうです、めっちゃ慎重されますか。あと野球163cmなので、はい、なんか大きい人がよくて、大きい人、でもここは高すぎです。でも180は超えててほしいみたいな。細いのだと、まあ、ガッチリの感じ、ガッチリの感じ、そこまでちょっと、ちょっと、ゴリラ。ゴリラ。こっちは逆にやっぱちっちゃすぎですか。1センチしか変わらない。まあそうですね、もうヒール履いたら抜いちゃいますもんね。でもまだお願いこれだけじゃないですよ。よかったらチャンピオンしていただきたいな。普段どういうチャンピオン。全然見ないです。全然見ないインスタとか。インスタのインスタ登録してもらいましょう。僕のインスタ登録してそれはガチでやってみて。僕パーソナルトレーナーやってる。パ
そうなんですよ。なんかこういうのやってるとちょっとバラエティっぽい感じだと思われるんですけど、結構真面目な YouTube なんですよ。ただあの登録者数増やしたくって。どうですか、健康 TV。 登録だけ、登録だけお願いします。登録だけ、はい、登録してベルマーク外してもらっていいんで、最悪外してもらっていいんで、登録だけお願いします。あ、それです、それです。ありがとうございます。オフにしても大丈夫です。オフにしても大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、気が向いた時に見てコメントしてくれたら、しかし励みになるんで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ああやって金見に行けるとちょっと僕もご了承できます。僕も帰りたいから。とりあえず一人、はい、行きましたね。野球がついに入りましたね。はい、ついに阿部ちゃん、バスケやっとバスケ。やっぱりちょっと葛藤が背がちっちゃいからダメなんですかね。そうですね、まだゼロ強ですね。ゼロ強ですね。 OK、 とりあえず、はい、あと8名8名。カズイさん、これはもしかしてチャンネル登録1名いただきました。やりましたね。あれ、カズイさんくれなかったですか。カズイさんはいただけなかったです。なるほど。で、こっちの方はあれですか、入江選手。あ、入江選手人気なんですね。野球選手が全然ですね、入らないっていうことですね。もう一度行きましょうか。きつくなってきますね、ここから。ある女性は白がいい、色白がいいん だ, だ要は多分僕なんですよ。結局僕も涙が出そうです。協力はいただけたんですよ、チャンネル登録なら。とりあえず2時間やりましたけど、見せてもらっていいですか。お、結構タムタムの方はあれだね、入江選手とバスケですね。はい、大方です。お、ボクサー2人入ってますね。2人入ってます。野球がゼロですね。サッカーはもう意外です。こっちからこっちからみたいな人は多かった。意外。野村さんはね、逆にボクシングいないです、ね、全然いないですね。まあ、サッカー、ラグビー、ラグビーって感じですね。女性受けの合計でいうと、まあ割れてますね。まあ、2つ合わせると水泳とバスケが女性には人気ということで、幅がねで、一応は当初のね、裏テーマが登録者数20人ということでしたけど、それに合わせて5名。僕のインスタフォロワーが2。インスタ2名なんで、まあ5名カッコ7みたいな感じですね。カッコ7って感じですね。いやー、きついな。2時間弱5名でした。佐藤くん、どうですか。はい、カメラマンでやりたくなってきてる。来てはないですね。どうですか、やってみて感想は。いやー、アンケートだけだったらいいんですけどね。YouTube のチャンネル登録きついですね。そもそも YouTube 見てないっていう属性の人もいるので、まあインスタとか、はい、まあ、TikTok とか、そうですね、がいるんで、やっぱちょっとばらけちゃいましたね。そういう人に YouTube 登録は結構つらかったっていうのが今回の感想ですね。はい、なるほど。どうですか。いや、もう実際これしか声かけられないっていうのがあったので、そもそもの僕の原因があるんじゃないかと思います。ね、チャンネル登録者数は責任を持って増やしたいと思います。はい、責任を持って増やしてください。はい。はい、というわけで、新宿で2時間ちょっとですかね、アンケートを調査していったんですけど、まあ、モテる
女性に受けがいいスポーツの体験で、やっぱ水泳選手とか、まあ、バスケで、ついでまあサッカー、まあ、ラグビーも結構その女性で旬だったんでね、ワールドカップで熱狂したみたいな人は結構ファン多かったんですけど、まあ、そういう感じでアンケートの方はすごくいい調査結果出たんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、チャンネル登録者数を増やすという、まあ、テーマで、裏テーマでやってましたけども、そちらはなかなか、まあ、厳しい。まあ、やっぱりあの世の中甘くないなっていうのを、まあ、突きつけられたんで、またね、機会見つけてそういう調査も兼ねて登録者数を増やす活動もやっていけたらいいなと思います。最後まで見ていただいて今日もありがとうございました。